皆さんこんにちは。にちゃん放送局です。皆さんはアウトドア派ですか？それともインドア派ですか？最近、気温も高くなってきており、インドア派からしたら暑いだけかもしれませんが、アウトドア派の方にとってはキャンプやバーベキューの時期で嬉しい季節です。今回ご紹介するのは、インドア派の極地である引きこもりが公園でバーベキューを楽しむスレです。果たしてどんなバーベキューになるのか？ぜひ最後までご覧ください。引きこもり嬉しい、いい天気の公園でバーベキューをエンジョイする。うおう？公園で火使ったらダメだろ。ここはバーベキューしていい場所だから。これがバーベキューだと。キャンプ用品とか買えないから、家にあるもん持ってきた。引きこもれよ。え、マジ？通報されるぞ。近隣住民に通報されたら警察来るな。せめて河原でやれ。それも調べたけど、河原って基本バーベキュー禁止らしいな。水入れる。ピンクのガスコンロはロタ。家にあったやつ。全部家のやつだ。混ぜ終わった。焼いてくぞ。油敷くぞ。キッチンペーパーないからティッシュ。キャンプ場で一人でスマホいじりながらこんなことしてるやついたわ。食材は切ってきたの。切ってきたよーん。お玉なんてないからスプーンで入れてたら時間かかったわ。近所の公園で引きこもりおっさんが一人でたこ焼き作ってたらちょっと怖いな。たこ焼きだけじゃなくてハマグリも用意したよ。ホンビノス貝だろ。なぜわかった？ホンビノス貝、かっこ白ハマグリです。固形燃料で食べ物直接焼くとか、自殺願望でもあるんか。あかんの。メチルアルコールを経口摂取する可能性あるって説がある。マジかよ。大丈夫だって意見も見たことあるけど、火を当てるのは調理器具だけにするのが常識だよ。わかった、今日はハマグリ食うのやめとく。よかった、たこ焼き楽しんでな。バーベキューでたこ焼き、大阪では当たり前なのか。大阪でもやらんだろ、焼きそばとかならまだしも。気休みを使った直火じゃなくて何がバーベキューか、反省しなさい。ペットボトルに粉と水と出汁入ってない粉なら、気が閉まるのうどん出汁入れて蓋してガシャガシャ振るのが正解。それいいな、いつかやるとき真似させてもらうわ。酒は？車なんや。たこ焼き、いいな。おら？16個も一度に焼いて食べきれるの、その辺に捨てたらベトナム人扱いだよ。食えるわ、ひょろがりやないんだから。なんで引きこもってたんだよ、行動力の塊じゃねえか。ひっくり返すぞ。なんでキラキラしてんだよ。キラキラしすぎだろ、なんだこのたこ焼き。たこ焼きプラスかな。めちゃくちゃキラキラしてて笑った。まだ早かったか。大成功。半生じゃねえか。たこ焼きって失敗することあんのか。いけるやん、うまくできた。お、いけるやん。100点。いや、98点ってところか。あれ、なんかこれプロっぽくね。おーおー。マヨとソースで。ご飯は？たこ焼きでご飯。そうだが。いただきます。うまそうじゃん、俺にも一個くれよ、酒飲みながら食いたい。いいぜメイン、次は一緒に行こうぜ。というか今日外なんかくっそ暑いだろ。めっちゃ暑い、ボールが持てないくらい暑くなるわ。こんなことしていい公園があるなんていいな、どこの田舎なんだろ。東京にもあるよ。楽しそう、俺もやりたくなってきた。これは大成功と言っていいよな。ネギと紅生姜多めに入れて、ソースに七味混ぜてピリ辛にするとおかずにベスト。ネギと紅生姜控えめに入れて、出汁ポンで食うとおやつにベスト。あ、紅生姜忘れたわ。美味しい。くそ、たこ焼き食いたくなってきた。せめてたこ焼き以外のもん焼けよ。一応エビを用意してる、たこ焼き終わったら食うから待っててな。粉のセットに入ってた紅生姜どこやったんだ。入ってたっけ?212。今回はうまくいきそう。楽しそう。
今回は、銀だこ、の揚げ焼きに挑戦してみる。うまくいきすぎて怖い。ご飯は、足りないよ。エビ焼くわ。楽しそうでいいな。美味しい。貝もこれで焼けるんじゃないの。なるほど、ガスコンロを使う手があったか。なぜトースターの網を持ってきたのか。とりあえず乗せてみた。おっしゃ男は度胸。焼きます。貝が開いてきた。いいね。これはうまそう。うまそう。うおお。腹立ってきた。まあまあ。めっちゃうめ。ゆっくりしてから帰り自宅。お疲れ。ええやん。あのよく見るアメリカ人が肉塊を敷き詰めてるようなバーベキューを一度体験してみたい。あれは良い意味でアメリカのバカさがある。こうして俺は一日がかりでたこ焼きを堪能した。楽しそうで笑った。もう優勝だろこれ。もう帰ったかな。とにかく様子れおつ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。以上、2ちゃん放送局でした。